この動画では英語ネイティブの中で自信を持って英語を話す方法を紹介します。Hey guys, it's Aiko. I'm an American English Pronunciation Coach and Business Coach. みなさん、こんにちは。ヘミングウェイ・ Aiko です。英語の空気、振動、エネルギー。この3つを手に入れて、英語を話すときに英語らしい声にする、その方法を教えています。 And before I dive into today's topic, I have a free workshop video for you to learn three concepts of American English pronunciation. この空気、振動、エネルギーが学べる無料動画を公開しています。ぜひ概要欄の方に行って、この動画をチェックしてくださいね。で登録してから12日間だけ見れる限定公開となっています。登録したらすぐに見て、そして何回か見てみてください。 I highly recommend that you watch it multiple times because these concepts may be new to you. Okay, so today's topic is about how to gain confidence when you speak English among native English speakers. 私の発音コーチングをとっているクライアントさんがなぜ私のコーチングを取っているかというとやっぱり自信をつけたいという理由で取りに来る方が結構いらっしゃるんですねやっぱり自信っていうのすごく大切ですよねこの英語ネイティブの中で英語を話すこれすごくプレッシャーになると思うんですよね自分がその英語ネイティブの中で、 私自身は英語ネイティブではないっていうこのハンディキャップもありますよねこれから紹介するこのマインドセットそして自信を持ち始めるための英語のテクニックっていうのをこれから紹介していくのでぜひ今日から 実践してくださいねまずこういうふうに考えてみてください。で何でこの自信っていうのが大切かというと自分の英語に自信が持てるようになって自分の英語が好きになると英語ネイティブの中で日本人が1人という状態でミーティングに出たりイベントに出たり何かする時にきに の自分の意見をしっかりと言うことができるし自分らしさを発揮することができると思います。ぜひこれから紹介する方法をやってみてくださいね。ではその1自分の英語が英語ネイティブレベルではないここは悪いことではありません。謝る必要は一切ありません。以前私は英語ネイティブの中で英語を話すのが非常に怖かったんです。でもちろんアメリカ アメリカに来た当時は本当に 英語が全く話せなかったからもう無敵ですよね無知無敵無知ってすごいあのいい状態なんですなぜなら無敵になれるからだからちょっと話せただけでもすごいこう満足みたいな感じででアメリカ人も私の英語が本当にできなかったからちょっとでもこういい発音になるとおすごいすごいすごいって言ってすごい褒めてくれるわけですだからアメリカに来てからすぐというのはもう本当に自信がある状態で英語を話していましたでもどどどんどん,どん どどんどんレベルが上が上ることによって、自分のレベルがいかに低いかそして知らないことがいかにたくさんあるかっていうのがだんだんわかってくるんですね上に行けば行くほどですで特に私は UCLA で言語学を習得してそれで自分のレベルとか知識がいかに低いかっていうのを思い知らされてそこで逆に自信を失ってしまったということが あるんです。UCLA でもものすごい勉強してものすごいこう分析とかしてそして他の大学の教授と一緒にコラボでアメリカの全米の学会にリサーチペーパーとか出したことあるんですでも学べば学ぶほど知らないことが増えていって自信をどんどんなくしていってしまっていたんですね。アメリカに住み始めてから10年目からら年年年目目ののこの7年間、ほん 本当にに人前でで英語を話すす。のが非常に怖かったんですアメリカに住んでいて英語を話すのが怖いなんて本当にあの大変な時期でした7年間結構長いですよねでその間うつ病にもなったしパニック障害にもなって外に出るというのがどんどん怖くなっていたっていう時期だったんですねでまあ17年目で何があったかというともうこのままでは嫌だというふうに思って で今までややっっっててここなかったた。とを全部やってみたそしたらいろんなことが変わってで自信がついてきたっていうことがありました英語を話す時に今自信がないとかもしアメリカに住んでいて人前で英語を話すのが怖いという状態になっている方 I've 私も同じ状況同じことを経験してきました なので、もしその状況にいる人たち、私も本当にあのその辛さがよくわかります。なので、これから考えていってほしいのは、自分の英語が。 セカンドラングエイしであること、これは本当に悪いことでも何でもないんです。罪でも何でもない。だから、自分の英語を話すときに、謝らないでください。私の英語がって言って、言い訳をしないでください。なぜなら、それは悪いことではないからです。こういうふうに、わざわざハードルを下げるとか、そういうこともしなくていいです。もうとにかく、謝らない。 そしてただただ話すだけでいいんです。えー、なので、まずは謝らない。完璧な英語を話そうとしなくていい。ネイティブレベルになる必要はありません。どんなレベルでも英語を話す権利はあります。いいですか皆さんは英語をセカンドラングエッジとして話す権利があります。 誰でもその言語を話す権利があるんです。ネイティブスピーカーであろうと、セカンドラングエージュラーナーであろうと、関係ありません。まずはその考えというのを身につけてみてくださいね。謝らないでくださいね。気を悪くしないでくださいね。全然。 あなたの英語がどんなレベルであろうとそれは悪いことではありませんまずはそれが一つ目ですというか本当ねここ一番大切かもしれないということでまずはこの壁を取っ払って見てくださいねで次は聞き返された時聞き返されると私たちは日本で生まれ育つとなぜか聞き返されるとすっごいもうどうしようってなってしまうんですね でこれは他の国から来る人が英語を聞き返されると「あそうなんだ聞こえなかったんだ」とかあ「通じなかったんだ」みたいな感じでただこうリピートしてくれるんですよ。日本人は一回聞き返されると もう焦ってしまって、なんで聞き返されたんだ私の英語がダメなのかって、あのパニックってしまって、どんどん声が小さくなって、どんどんもごもご話すようになったり、もう聞き返されただけでもうメンタル落ちてしまったり、えー、それで諦めてしまうっていうことがあるんですね。ぬぬぬぬぬ、ただただ聞き返されたというだけですよね。あなたの英語が悪いからとかそういうんじゃないんですよ。聞こえなかった。そして発音がちゃんとその通じていなかった。ただそれだけなんですね。でこの これに関しては全然悪いことではありません。なので、聞き返されたら、この2つをやってください。いいですか ?2 つだけです。1つ目、大きな声にする。いいですか聞き返されたり、緊張したり、プレッシャーかかっているときというのは、声が小さくなるんですね。自信がないときというのは、声が小さくなります。だから、聞き返されてパニックになったりしたら、声が小さくなるんです。だから、これは逆をいかないといけない。 だから一つ目は大きな声にするいいですか大きな声にするだけで自信があるように聞こえるんですこの心の中は自信がなくていいんですパニクっててどうしようどうしよう緊張しているっていう状態でいいんです心の中はねでも大きな声にすることによってそれが見えないんですよ自信があるようにとにかく聞こえるからもうそれだけでいいんですで二つ目はゆっくりと話す いいですかこれもそうです。自信がない時、パニクル時、声が小さくなって発音が速くなります。その場からすぐに逃げたいから、今の状況をとにかく早く脱出しようとして、発音も速くなるんですね。なので、逆をいかないといけない。ディフェンスメカニズムは私たちを守るためにあるんですけれども、でも、この行動の逆をいかないといけない。大きな声で、ゆっくりと。 聞き返されたら悪いなっていうふうに思わない。聞き返されたら謝らない。ただただ大きな声でゆっくりと繰り返してみてください。そうすると通じる可能性というのが一気に増えます。日本人の声は小さいです。だからただ単に聞こえていなかったっていうことも多いんですね。そして日本人の英語の発音はものすごく 早いです特にアメリカはゆっくりなんですよね発音がカナダとアメリカだったらアメリカの方がすごいゆっくりな発音なんですねなのでゆっくり話さないといけない日本語の感覚で英語を話すと本当に速くてネイティブスピーカーはついていけませんなのでゆっくりと話さないといけないなので聞き返されたら大きな声でゆっくりとこれをいつも心の中に留めておきながら英語を使って でくださいねそうすると通じることも増えていきますからそれがどんどん自信につながっていきますそして3つ目自分が英語を練習している英語を伸ばそうとしている周りの人と同じような英語を話しているという努力をしている姿を見せることこれをするとアメリカ人はものすごくサポートしてくれますそして認めてくれます いかに自分の英語力が低いとしてもアメリカに住んでいてでその努力をしている姿を見せると本当にみんなサポートしてくれるんですねなので本当にレベルとかは関係ありません努力している姿を見せてくださいで日本人は特にその「能あるたは爪を隠す」みたいな言葉があるじゃないですか だからその内側のことを結構こう自分だけのことにしておくんですよね。だから表面的にあんまり見せないんですよ。なのでアメリカではそのアジア人というのはその感情を見せない。なんかこう何を考えているかわからない。 人たちっていう印象を与えてしまっているっていうことが実は結構あるんですねそうではなくて自分が努力している姿というのをしっかりと見せるで,もすごく大切なんです困っているから助けてほしいっていうその自分の弱いところを見せたりとかするとアメリカでは本当にすっごいサポートをしてくれるんですよね なので自分が困っていることをそのストレスに感じていることとかそのチャレンジなことストラゴーその悩みとかそれを、まあ、近い人ですがシェアしてみてくださいそういうふうにシェアするだけじゃなくてそれをどうにか変えたいどうにかしてこの状況を変えたいんだっていう姿も見せてみてくださいそうすると本当にサポートしてくれるんですなので私のおすすめは感情をしっかりとこう表現して シェアすることこれ本当に日本の文化ではあんまり 習わないことだったんですねなのであのこう、アメリカでは自信のなさを見せるっていうのはあまり良くないんです。でも、悩んでいることをシェアして、それをどうにか変えたいんだっていうことをシェアすると、ものすごくサポートがきます。で、これは自信のなさを見せているんじゃないんです。悩みがあって、それをどうにかしようとする。その素晴らしい自信がここにみなぎっているじゃないですか。こういうことをシェアできるのは自信があるからできるんですね。なので、それをすると、本当にサポートしてくれるし、 自分もその環境をどうにか変えないといけないそのまず事実を受け入れる事実を受け入れるっていうのは自信がないとできないですで事実を受け入れるそしてそれをどうにかして変えるということをしてみるこれをぜひやってみてくださいねここは勇気がいることですでもこれを経験することによって自分への自信につながっていくと思いますそして最後やっぱり 英語の発音を練習する。これは本当に自信につながっていきます。なぜなら発音をした時に自分の声が英語らしくなっているとか自分のその英語が英語らしいリズムになっているとかその英語のその声だけではなくて英語の母音とか詩音とかもしっかりと合っているという状況になると一回で通じることっていうのはやっぱり増えていくんですね。で先ほど聞き返されたら大きな声でゆっくりと これをするだけで通じる確率が増えていくというふうに言いました。 発音を練習すると、この通じる確率が増えるんじゃなくても、確実に通じるようになるんです。100%通じるようになりますで。やっぱりこれは自信につながるんですで。ちなみに発音は難しいです。私は英語発音を教えていて、私自身が22年かかった方法っていうのをクライアントさんにシェアして、で、そうするとやっぱりクライアントさんは私のように22年かかる必要なくて、3ヶ月とかでどんどんできていくようになるんですけれども、やっぱり 難しいです。難しいし、練習しないといけない。だから、この辺の努力というのはものすごく必要になりますが、発音練習すれば必ず発音は良くなるし、確実に通じるようになっていきます。でこれは本当に 大きな自信につながっていくのでやっぱり発音の練習というのはおすすめになります。でやっぱりその発音を練習するとリスニング力もすごく良くなっていきますからななんててて言っったのっていう風に聞き返さなくても良くもるんですねやっぱりその何か言われた時に聞き返したりするってここまた自信ソースになっていきますよね。聞き取れない聞き取れない聞き取れないで3回くらい繰り返してもらってもやっぱり聞き取れないってなったらまたそこで諦めてしまう。でそれでまた家に帰ってあーってあやぱり私はと ダメだといううに落ち込んでしまうとかそういいううことにつながってしまいますそうじゃなくてその現実を変えたいのであれば発音の練習をしてみてください。発音の練習をするとリスニングが必然的によくなります。でそうすると自分の発音がしっかりと通じる。相手の言ってることも聞き返すことなくしっかりと通じて自分に通じるようになる。でそうするとこれはもう本当に自信につながっていくので発音の練習は今からやってみてくださいね。今が一番 音が聞こえる時です。年とともに聞こえる周波数っていうのがどん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 狭まっていきます。えー、なので今が一番音がしっかりと聞こえる時です。なので待たないで発音の練習っていうのを今日から今から 見て,てくださいね。なので、まずこの空気、振動、エネルギーというコンセプトを紹介しているこの無料動画を概要欄の方に行ってチェックしてください。この3つを取り入れるだけでも声が英語らしくなるだけではなくてリスニング力もかなり良くなります。まずはそれを体験して自分にもできるという自信をつけてくださいね。はい、がとう。Let me know if you have any questions. And thank you very much for watching. I will see you guys in the next episode.